ビルヘルミーネ・マリーア・ダンマークは、デンマーク王フレゼリク6世の末娘。同族のフレゼリク王子に嫁ぐが離縁し、ついで文家のグルックスブルクコーカールと再婚した。フレゼリク6世王とその王妃で、ヘッセン・カッセル公子カールの娘であるマリーの間の末娘として生まれた。姉のカロリーネと共に、一時は男子のない不王の後継者となることも検討されていた。若い頃は、 スウェーデン王大使オスカルをはじめ、多くの求婚者がいた。1828年11月1日に、コッペンハーゲンにおいて、同族の、また重帝フレゼリク王子と結婚した。この結婚は、デンマーク王室内の本家と文家を結びつけるためのものだったが、ビルヘルミンでの結婚生活は不幸だった。夫は、他の女を追いかけ回す報道者で、かつひどい大酒のみだったのである。 二人は1834年に別居し、1837年に離婚した。1838年5月19日に、あまり遠方を宮殿において、母方の重邸であるグリックスブルクコーカールと再婚した。カールは、デンマークークリスチャン旧姓の長兄である。ビルヘルミーネには、どちらの夫との間にも子供を授からなかったが、流産や死産をした記録もない。 ありがとうございます。